今日は30度を超える暑さが東京にはやってくるそうですが、足がね、ゴールデンウィーク明けからしんどくて、去年と同じような状態をたどってるんで怖いね。これ発作起きて2週間動けなかったからね、去年。しかも痛くて寝れないっていう地獄を味わったの。これ嫌やな、手術なんの。もう足が痛いだけやってるけど、仕事できんかったらいろんなとこ痛なるからね。ほんまに本当いろんなとこ痛なるからね。もう本当にもうちょっと休んではいるんですけど、休んで治るもんかってと分からへんもんね、これ。あ、全然大丈夫やと思って座ったらもう激痛で座れへんかったですよね。もう嫌やな。6月、まあ、セライブと6月の頭にちょっと、お仕事で地方行くので、もうそれ行きたいなっていうか、行かない痛なるからな、いろんなところが。まあ、皆さん祈っといてください。前回も言いましたが、7月は、嬉しいことに山形大学の主催のイベントに呼んでいただきました。これちょっと皆さんの知り合いの方、山形の方いらっしゃったら、ちょっと最近知り合った方もいるんで、ちょっとあの連絡も取りつつ、ちょっと、それも皆さんにお知らせしていきたいなと思います。まだ何あるかとかは決まってないんですけど、まあまあ歌うは歌うんですけど、そやな、ちょっといろいろ考えよう。それに向けてもそうや、いろいろ考えながら、ちょっとブチブチ、はい、やっていこうかなと、思っておりますので、ぜひ。で、6月24日の土曜日は、元気だったらちゃんとライブに行きますので、はい、ぜひ来てくださいね。はい、で、今回は1曲、前やったその5月5日の大阪のライブ、一応いろいろ試して、録画したり録音したりした資料を一応全部ちょっと、僕ができる範囲でちょっとミックスしてみて、こんな感じに仕上がったんですけど、まあ、ちょっと前回の花火、その前の揺れるかと3曲ちょっと聴き比べてみて、はい、音変わったなと思う人は、なんか一緒やなと思う人も一緒やでって言ってくれていいんで、またちょっと聞いて、はい、感想などを聞かせていただけたら嬉しいかなと、はい、思っております。あと、祈っておいてください。僕の痛いのには皆さんの祈りがね、はい、届けば治るかな。その手に